第2イコール第4、ヤリキ平連隊名称大隊によるパレードベルギー陸上構成部隊はベルギーの陸軍。2002年に陸軍から現行の陸上構成部隊に改編している。1832年に陸軍は創設される。1940年、ベルギー陸軍は国王を最高司令官に約55万人の兵力が動員されていた。ブルッセル・アントワープ。 ビエージュ等に6つの軍団が配置された。第1軍団は、第1、第4、第7不評師団が、第2軍団は、第6、第11、第14不評師団、第3軍団は、第2、第3不評師団及び、第1アルデンヌ両兵連隊が、第4軍団は、第9、第15、第18不評師団が、第5軍団と、第6軍団は、 それぞれ3個師団が配属された。これらの部隊の多くは、ナチスドイツのフランス侵攻で壊滅的打撃を受け、一部はイギリスに亡命し、自由ベルギー軍が組織され、植民地では第一ベルギー旅団が編成され1945年まで活動した。戦後の冷戦時代はベルギー第一軍団が編成され、北大西洋条約機構中央欧州連合軍の指揮下で、 西ドイツケルンのリンデンタール区に軍団司令部を置き、各地に部隊が駐留していた。2002年に統合軍への改革に伴い陸軍から陸上構成部隊に改編され、現在に至る。ベルギー陸軍の構成 FN スカーを構えた特殊作戦軍の大員陸上構成部隊司令官の下で以下のような組織がある。2007年時点で現役兵2万600人。 ありがとうございます。